ーティーン・レイブンに伝達。これはベイラム同盟企業ダーフォンからの依頼だ。我が方はこの度惑星封鎖機構に対して陽動作戦を展開することを決定した。作戦地点は中央表現エンゲブレト坑道。ここは老朽化したウォッチポイントの一つでもあり、近く封鎖機構が修繕に入る予定だという。質問には、当該坑道へと侵入し補修対象のセンシングデバイスを破壊してもらいたい。封鎖機構の注意を引き、近傍拠点から兵力を分散させる。これが狙いだ。ガンズ13レイブン、確実な遂行を期待する。通じているのでしょうか。
飲み込まれていた。レイブ、あなたの仕事はいつも危険と隣り合わせです。調子はどうだい、ウォルター。難しいところだ。621の仕事は堅調だが、どうやら堅調が続いている。様子を見る限りではあいつを損なうようなものではなさそうだが。あんたの調子を聞いたつもりだったんだが、まあいいさ。それよりコーラルをさっさと見つけた方がいい。友人たちが危惧していた通りさ、封鎖機構の相手ばかりしてるとことによっては間に合わなくなるよ。新着メッセージ2件。ガンズ13レイブンに伝達。エンゲブレト行動での作戦成功を受け、ミシガン総長より貴様への伝言がある。コーラルに飲まれかけるとは災難だったな。貴様のケツには文字通り火がついたことだろう。その火は視線をくぐり抜けた証拠だ。次の遠足まで大事に育てておけ。以上だ。登録番号 RB23、 識別名レイブン。あなたの実績情報が更新されました。アリーナにおいて C ランク帯の仮想戦闘が開放されています。戦闘技能のさらなる向上にお役立てください。戦闘技能検証プログラムナンバー17、これより C ランク帯に入ります。今回の対象は AC キャノンヘッド、識別名ガンズ4ボルタ。検証を開始します。メインシステム戦闘モード起動。終了します。お疲れ様でした。
戦闘技能検証プログラムナンバー16ランク C。 今回の対象は AC デュアルネイチャー、識別名ベスパー8フェイター。検証を開始します。メインシステム戦闘モード起動。終了します。お疲れ様でした。戦闘技能検証プログラムナンバー14ランク C。 今回の対象は AC サーカス、識別名チャティスティック。検証を開始します。メインシステム戦闘モード起動。
終了します。お疲れ様でした。技能検証プログラムナンバー13 C ランク隊最終検証です。対象は AC 翼、識別名ミドルフラットウェル。検証を開始します。メインシステム戦闘モード起動。検証を終了します。お疲れ様でした。担えていれば幸いです。オールマインドは全ての傭兵のためにあります。